46歳、介護職員、ケアマネ試験の申し込みを忘れてしまい、山で発狂。介護職員なんですけども、で、今年ケアマネの試験受けようと思ってたんですよ。そしたらですね、こんな武術探訪とかして遊んでますんで、申し込みの期間を忘れてたっていうね、もう本当に、もう無様な結末ですよ。なんでね、こんなに、常識的なことができないかっていうのを本当に思いますよ。もう情けないです。自分が情けなすぎます。だからね、とりあえずもう武術探訪にかけます。人生を。もう介護の向上心とかは今年はもうどうでもいいです。あとはこの何ですかね、もう自分の情けない気持ちをですね、この山にちょうどね、竹以上に来てますからね、ここでぶつけます。もうぶつけて終わりろうと思いますよ。はい、くっそなる。来年は受けます。ありがとうございました。